はい、どうもこんにちは、ピアソンのイです。今回もランク戦遊んでいこうかなと思うんですけど、 ID ね、ちょっと面白い対戦相手だったので動画にしようかなと思います。昆虫学者1位とマッチングしたので、どんなもんか戦ってみようかなと思います。画家、今回パーティーの癖強くない？昆虫学者、占い師、オフェンス、画家。久々に画家を見たな。この人も A ランカーぐらいじゃないっけ、忘れてた。さあ、これ一発目引けてるからもう一発目引いちゃおうか。はい、加速して引く。これ間に合うんじゃないか。フクロウもさすがに使えるか。あ、オッケーオッケー、使わない、いいよ。でなんか昆虫学者ね、前もね、いつだったかな、確かアントニオ使ってた時かな、なんか中国版で昆虫学者1位のコンビにいじめられたことがあってそんなことが、やばい、まあ、来てる、怖い怖い怖い。あ、嵐のように消えていったな、あの虫の大群。いやー懐かしいね。なんか中国版に来ると、でランク戦結構やると、なぜか昆虫学者1位とよくマッチングするというか、なんか毎シーズン当たる気がする。この人とは別人だったかもしれないけど、わかんないけど、前も当たったことがありますね。 OK、 引いて、でこういう時はね、車輪で無傷傷されても全然いいんですよ。むしろこの方がチェイスは伸びない。今回結構ペースが速いから、結構無傷傷させようかな、その方がいいわ。車輪モードだとずっとね、そのアイテムとかが無効化できるから、まだね、フクロウもまだ余ってるし、なんか来て、ちょっと邪魔すぎる、やばい、これ待って、もがかれるくない、やばい。今回おもてなしがあるから、この移動スピード速くなるんだけど、間に合った、危なっ、マジでもがかれたかと思った。でそこでトゲ抜いた感じだ。っていうことは小屋にもう一人いるのかな、そっち側から行くかな。なるほどね、よく見てるじゃん。ということで、でもオフェンス1回騎士官入ってるから、この状態、存在感がねちょっと足りないから、それだけちょっともったいないけど、1回引いた。救助来ないのか、向こう側来てないな。さあどうしようか、じゃあこっち側、あーそこに昆虫化していたのか。 OK、 一発目引くで戻って、でここで入れ替わっちゃうと、絵もあるし袋もあるし、でめちゃめちゃチェイス伸ばされちゃうから、ここはあえて入れ替わらないようにしようかな。さあいつでも救助しろ。 OK、 一発分で、まだね溜まってないからね、まだ入れ替わらないよ。ここでちょ、なんか運んで、オッケー、引いた。これで入れ替わろう。まあ、無傷救助連発されてるけど、はい、これで絵を無効化していく。いいよ。で、袋も完全に使わせないようにして、てかこれやばいな。こっから昆虫学者とオフェンスのコンボが、いやなんか前もこんな光景見た気がする、昆虫学者と虫の連携。これ興奮変えちゃうか。うん、興奮にしよう。はい、まあ、オッケーオッケー、全然オッケーで、虫、いやちょっと待って、虫来ないようにさ、遠回りしてこようと思ったのに、いや待って、あえてこっち、よし、入れてる、なんとかなる、なんとか間に合った、危な。あー、でそれで釣ったら嵐のように虫は消えていくんだね、とんでもないやつだ。でただそうやってるっていうことは、解読があんま進んでなくて、まだここにね入れ替わっちゃうか。で乗り越えた。じゃあこれで指パッチンで、これのさ、スキルの名前知らないけど、指パッチンにすごい見えちゃって、それからなんかすごい指パッチンって呼んじゃって、おお、あ、いい罠投げだったんじゃない今の。タックルした先に当てていく。で開きを、あれか、占い師が回してる感じか。袋も全然使わないな。こっからだったらそうだね、入れ替わったタイミングとかきついけど、多分これ近場いるよね、虫。ああ、そうだね。まあ、いるけどいいよ。救助しといてもらって、その間にこっち側にトゲ刺しに行こう。一回刺して、で、救助してるんだよな。これ一回戻ろうか。多分、そこでトゲ抜いてると思うから。だよね、そうだよね。オッケー。で、戻って、これに発音食らっちゃうんじゃない？はい、ダブルダウン。これ強いよな。危機一髪が残ってる状態とか、その、存在感がどんだけ溜まってるかとかによって、そのキャンプの仕方って全然違うんだけど、もうこの相手が危機一髪を吐き切った状態で、なおかつ、あの存在感がマックスの状態っていう時が本当にね強くて、あえて救助させる。でそれでトゲを連続で2本分刺しちゃう。そうするとダブルヒットがかなり狙えるから、それが、ね、非常に強い。しかも傭兵版を俺は毎回してるから、小手でどっか行かれちゃうこともまあまあ少ない。さあもう一回マイカこれで刺しちゃって、袋がねまだねあるんだよな。まあこの段階で疲れてももう怖くないから、一発またえて、で昆虫学者はまだ起き上がらない。まあこれ入れ替わっちゃうか。一発分トゲでこれ引いて、袋、いや袋消えてくんないかな。まあ無理か。オッケー、まああと2回分トゲ、1回分トゲ刺すわ。俺のもう勝ちだなこれは。昆虫学者がまだ騎士会は残ってると思うけど、まあ、はい、一回引いて入れ替わる。オッケー、危な、範囲外出られたかと思った。さあここでなんかワンチャン、いやそうだよね、なんか袋溜まってそうな気した。危ない危ない危ない。
まあ袋使わせたんでこのまま、はい、これでまたダウンさせて起き上がるかな。なんか全然起き上がんないな。もう諦めた感じか。もう諦めてそうな感じはする。もしくはこの入れ替わった瞬間に起き上がるかもしれないけど、あ、でこれ結構運んでたんだっけ。もしかしたらもがかれそう。あ、それ狙いだな。これもがき狙い。いや、ワンチャンやばいか。いや、なんとかなっと、危ねえ。意外となんとかなるっていうね。オッケー、じゃあこんな感じでもう一緒に遊んでいこうかなと思います。いや、待って、またマッチングしたんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、人格これ変えよう。ね、前回何日か前なんだけど、マッチングした時結構やばくてもがかれそうだったから、これ人格変えるか。巨大ペンチとか振っといた方が多分ね、刺さると思うんだよな。多分巨大ペンチなんか振ってるとはもう全く思ってないと思うから、これでいってみようか。3、2戦目やっていこうかなと思います。まさかのね、昆虫学者とまたまたマッチングしたということで、まあ1戦目の撮影からちょっと日にち当たってて、ドライブのなんか不具合の、ドリフトの不具合のバグとかが修正されたりはしたんですけども、まあ、またマッチングしたということで遊んでいこうかなと思います。引いた、これロボット、あ、いた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 。これ初手騎士だいぶでかいな。さあ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 、順々に追っていきますか。ここでぐるぐるしてくれるんだったら絶対トゲ刺さるな。2本分狙ってもいいな、この感じ。うん、2本分狙おうか。1本刺して、で今回は虫がいるということで人格をちょっとだけ変えて巨大ペンチに1振ってきました。やっぱね、人格はね、相手によって変えるのが一番大事。これ当てた。え、どこに行った俺の罠。な、俺の罠消えたんだけど。てか、なんか来てるんだけど。ちょ、やめて、俺のこと運ぶのやめて、運ぶのやめて、本当に。いやー、やばいやばいやばい。もう早速暴れてるよ、この人。暴れすぎでしょ。まあとりあえずロボット壊せるからいいか。で、その際にかけると、で、ロボット壊したとしても、このキャラクターだったらすぐさま追いつけるから、まあ、白黒みたいに壊して距離が空いちゃったみたいなことはあんまないかな。3本分刺しておけば、まあ、存在感もたくさんもらえるか。いやー、この後鬼没を見せたら俺終わるぞ。よし、オッケー、ロボ盾も袋もなし。オッケーオッケーオッケー。まあ、袋を使ってくれてもよかったけどな、袋を。まあまあまあ、こっち側連れていきますか。これ存在感溜まってないよな、多分。今ゴーンゴーンって言った。これめちゃめちゃ存在感溜まってるように見えるけど溜まってないよね。あの車輪のマークまだ色が半透明、半グレーみたいな感じの色してるし。さあ、ここ割っといて向こう側上がった。オッケー、オフェンス来るね。じゃあ、そのまま引いちゃおう。おー、ボール使うのか。ここで、めっちゃ使ったんじゃないそれ。半分ぐらい使った。まあ、ここは入れ替わっちゃおうか、シンプルに。で、はい。一発与える。よし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 。オフェンス無傷させちゃうとね、ボールが結構余ってる状態で、で、今、鬼没使っちゃってるから、さすがに粘着に対応しづらいので、一発も与えとく方がいいと思われる。さあ、どうしようか。まあ、普通にシンプルに引いていこうか。まあ、これで存在感も溜まってるから、一発目引いた方が入れ替わる。これ、指パッチン使っちゃうかな。使ったらこれダウン取るのはいいんだけど、オフェンスがどうしようもできないんだけど、さすがに来ないか。オッケーオッケー。で、向こう側を、引き継ぎが上げたのか。なんか誰か上げたよね、多分。ってことは、オフェンス治療してもう一回来る可能性あるな。それだけ気をつけよう。オッケー。で、で、まあ、そうだよね、そうだよね。占い師がそこか。で、昆虫学者がさっき中央回して、なんか虫をブンブンやってたから、小屋の方にいる可能性は高いな。ここ治療もう終わったんだね。オッケーオッケー。で、一回引いて、一応向こう側から救助来てないか。来てるね。危ない危ない。帰ってきてよかった。で、ここで一回入れ替わったら、あー、まあ救助はされちゃうな。うん、オッケー。まあ、これ今回トゲが虫にしか刺さってないから、いやー、やめて。これ当たるよね。そうだよね、危ない危ない。機械技師に刺さってなかったから、指パッチに使ったからね、加速はされないっていう風に良かったんだけど、なんかめちゃくちゃサバイバーいない、これ。オフェンスがいるのがちょっときついな。この位置関係だと、さすがにあんだけボール使っても、ちょっときついから。一回やって、いやー、これ指パッチン、これ多分まだまだ、7秒か。で、一回やって、これ起こされてるよね、そうだよね。で、なんか虫も来てるな。これ待って、まずいな、いろいろまずいな。まあ、逆にいいか、別にこの状態の機械技師起きても別にそんな困んないからな。オッケー、これで負傷を増やして、後半、残り1台の勝負にかけようか。ちょっと邪魔だな、ほんとに。起き上がった。これ罠かかった。かかってないね、かかってないね。どうしようかな。これ、普通に、ここでも与え、いや、惜しい。あ、でも袋を使ってくれた。なるほど、なるほど。で、オフェンスはこれね、すぐ倒せる状態は作れてるんだけど、まあ、でもちょっと問題あるな。いや、ここでちょっと、動作作るの問題あるか。こっち側行くふりして、あー、こんにちは。これダウン取ろうか。さすがにもう、こんだけ時間かけたら、そうだよね、オフェンスの粘着もやめて、なんか別のプランに移行したっぽいな。で、回しかけの暗号機がこっち側で、オッケーオッケーオッケー。やーばい、来てるけど、今回俺は別に運ばれても、
巨大ペンチを振ってるから全然余裕はあるというね。やっぱね、人格はね、サバイバーによってね、ちまちま変えるのがね、一番いいんだよ。なんか大元のさ、やつは決めといて、で、細かいその、スタンキャラが何人いるかとかによって、なんか怒りとか変えたり、まあ俺はしてます。これ、移動したけど、あー、ボール、あー、これ、いや、もったいない、今、スキル温存した方がよかったな。このね、指パッチンみたいなスキル、これ32秒に1回しか使えないから、こういうとこでこういう風に使ってると、次に必要なシーンで使えなくなってしまうっていうね。焦ってすぐ使っちゃいましたけど、今。ここいるよね。そうだよね。危ない危ない。ここ回されたら結構やばいな。まあ、異常に変えれるからまだいいんですけど。OK、一回引いた。よし。あー、やばい、使えない。そう、こういう時に使いたいんだけど、まあ、なんだろうな。OK。で、向こう側まだ回してないから、さすがにオフェンスの治療行ってると思う。まだ変えなくていいかな、特質。うん。変えなくてもなんとかなりそうな気がする。で、ここ釣って、向こう側暗号機揺れてない、揺れてない、揺れてないね。OK。じゃあ多分もうそろそろ昆虫学者のトゲ抜くんじゃないかな。そんなことない、こっち側。あ、トゲ抜かないんだ。でも治療したから多分その後すぐ抜くか。まあ、トゲはそんなに気にしない感じにするのか。あー、いいね、昆虫学者ここいる。まあ、先にダウン取って救助リレーさせようか。多分その方がいい気がする。よいしょ。さあ釣って、このね、めちゃめちゃマップの反対と反対の椅子に釣ることによってオフェンスはもうてんやわんやよ。これ瞬間でもいいな。今回瞬間に切り替えますか。多分そうしたら救助もかなりきついと思う。さあ移動する。いるかな。まださすがに来てないか。オッケー、よし、いいんじゃないですか。まあ、今回前ほどさ、なんだろう、多分狭いマップが昆虫学者強いんだろうな。工場とか どの場所でもすごい干渉しやすいというか、そんな感じのマップだからすごい強いけど、でもやっぱそうだね、あのレオの思い出みたいなマップでも中央解読するんだね。やっぱ中央解読しておけばどこでダウンしてもすぐ終えるみたいな、そんな感じの考え方もいろいろあるんだろうな。すごいわ、なんかいろいろ考えてるんだろうなって感じが感じ取れましたね。さあ罠投げて、 OK、 よしよし、あ、おしまいだ。 OK、 まあということで、無事ね、なんとか倒せたということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。